ここは日本緑茶発祥の地、宇治田原町。京都駅からおよそ20キロの距離にあるハート型の町です。見どころはお茶の文化、歴史ある社寺、自然の風景、そして町の人たちとの出会いですね。あ、素敵な場所。そんな町をのんびり巡る緑茶の旅、癒しの旅、歴史の旅へとご案内します。さあ参りましょう。のんびり宇治田原町巡り。最初の旅のテーマは緑茶。宇治田原町はお茶の栽培が盛んな町、そして日本の緑茶文化を育んできた町でもあります。そんな町の魅力を訪ねてみます。まずは総合文化センターのお茶の資料室へ。ここではお茶に関するさまざまなことが学べるんです。宇治田原町でお茶の栽培が始まったのは13世紀頃、そして江戸時代中頃には煎茶の製法が発明されました。日本緑茶の誕生です。ではそんなお茶文化を大きく変えた日本緑茶発祥の地へ参りましょう。ここは湯屋谷。地元ではヤンタンと呼ばれている場所です。静かですよね。街並みが山の景色に溶け込んでいます。あ、あそこにかやぶき屋根の家が見えます。日本緑茶の父、永谷宗円の生家です。あ、こんにちは。今日はようこそ永谷宗円の生家をご注意いただきましてありがとうございます。湯屋谷で茶業を営んでいた永谷宗円、彼がこの地で1738年に考案したのが青製煎茶製法です。現在皆さんが飲んでいる日本緑茶の製法ですね。この製法の発明によって色、味、香りに優れたお茶が気軽に飲めるようになったんです。大切に守られている宗円さんの生家、当時使われていたホイロ跡は今もこうやって見ることができるんですね。隣に宗円さんをお祭りしている辰尾明神社がありますので、ちょっと寄ってみてもらったらどうですか。では少し散策してみましょう。隣の茶草明神社は全国の茶業関係者が参拝に訪れる由緒ある場所。とても落ち着いた雰囲気ですね。実はここ湯屋谷の永谷宗円生家や茶畑、茶農家、茶問屋の町並みは日本遺産の日本茶800年の歴史散歩を構成する文化財として認定されているんですよ。歩いて巡るお茶文化の旅をぜひ堪能してください。続いてのテーマは癒し。
宇治田原町にはパワースポットも多いんです。そんな癒しを感じる神社やお寺を巡ってみましょう。まずは猿丸神社、岩風寺の御利益で知られるパワースポットです。こんにちは。こんにちは。百人一首で有名な36歌仙の一人、猿丸太夫をご祭神とし、駒猿や絵馬は猿がモチーフとなっています。このおみくじが可愛いんですよね。参拝の後はお茶所に案内していただけることも。境内でお会いする方との触れ合いにもほっこりします。次は平安中期に創建された善成寺へ。仁王門をくぐって境内へ入ります。ヨシ葺き屋根が美しいですね。ここは宝物殿、ご本尊の十一面観音立像です。穏やかな笑みをたたえています。全10体の仏像が一堂に会した宝物殿は圧巻。躍動感にあふれる仏像もほら、こんな間近に。静かなエネルギーに心が落ち着くことでしょう。次に訪ねるのは女性に人気の松寿院。まずは本堂へお邪魔します。よかったら召し上がってください。温かいおもてなしが嬉しいですね。ありがとうございます。そして話題の客殿へ。このハート型の窓、猪目窓と言います。猪目とは日本古来の文様の一つで、福を招く縁起のいい形なんです。松寿院ではヨガをはじめ様々な体験も可能。リフレッシュにおすすめです。以上、癒しの旅でした。それでは歴史の旅へ参りましょう。文人が愛した景色や戦国武将にまつわる逸話など、数多くのエピソードが残る宇治田原町。そんな町の歴史を求めて散歩に出かけます。ここ郷の口は、かつて城下町として栄えた場所。この町を江戸時代に訪れた文人がいます。その名は与謝蕪村。郷の口にある妙楽寺の境内の句碑には彼の句が残っています。身の腰の竹の香りや宇治周囲、松茸狩りに興じた当時の様子が忍ばれますね。本堂の中には古い写真や歴史資料も数多く展示されています。そんなお寺の近くにかつて存在したのが山口城。今は茶畑となり、その痕跡は見当たりませんが、本能寺の変の折、堺から逃げてきた徳川家康が昼食をとった場所です。
家康が命からがら走り抜けたこの道は伊賀越えの道と呼ばれ、多くの歴史ファンに親しまれています。そんな伊賀越えの道を進んでいくと辺城院にたどり着きます。ここまで来て家康はようやく一息つくことができたそうです。昔のことですので今と違って道も狭いですし、家康公は多分少人数の家来とともに一の逃避行でこの辺を通ったんじゃないかと思います。ここでちょっと休憩をして、多分その当時の住職がお茶の一杯も出したと思いますが、歴史好きには必見のスポットですね。町の随所に息づく様々な歴史名所、一度訪ねてみませんか？ところで、旅に欠かせないものといえばグルメやスイーツ。そんな美味しいお店をちょっとご紹介します。この町には思わず長居したくなる食事どころがいろいろ。地元の方が通う人気店で味わうのもいいですね。テイクアウトにぴったりなお茶を使ったお弁当もあります。緑茶の町ならではのスイーツで一服するのもおすすめ。抹茶を使ったスイーツ、美味しそうですね。こんな手の込んだスイーツがいただけるお店も。ちょっと寄り道、いかがですか？お疲れ様でした。宇治田原町の旅はいかがでしたか？あ、こんにちは。あ、こんにちは。いいところですね、宇治田原町は。そうですね、自然豊かないい町です。宇治田原隠れ里みたいなところですんで、昔からの伝承行事とか伝統行事、こういうのが廃れんと、たくさん、あります。特に祭りなんかは、いろんなところで取り組んでおられますし、で、いろいろな、ものが見られるいい町やと思います。里山に伝わる風物詩はとても風流ですね。そして行く先々で声をかけてくださる方たちとの出会い、それもまた宇治田原町の魅力なんです。このように宇治田原町ではお茶、歴史、自然、人が織りなすもてなしを感じることができます。ハートの町宇治田原町へぜひ一度訪れてみてくださいね。